こんにちは、村長スタジオ中の人です。今日はとってもいいお知らせがあります。先日も紹介しましたスタジオ1のショートカットキーが今どんなように割り当てられているか、それをすぐに分かるソフトを増永さんという方が作ってくれました。ウェブのアプリです。最初のバージョンは標準のスタジオ 1.5.4 のショートカットキーを表示するシステムでした。もしできるなら自分が登録したショートカットキーを読み込めたらいいのにな。そんな風に開発者の増永さんにご相談したら、早速便利にソフトを改良してくれました。まず標準の状態で少し見ていただきます。このウェブサイトにアクセスしていただきますと、このように上に大きなキーボードと下に9個の箱があるインターフェースになっています。例えば今ダブルのキーにはどんなショートカットキーが割り当てられているのかな、そう思ったらダブルのキーを押しますと、ダブル単体ではズームアウトできますよ。そしてコントロールキーとでは閉じるというのができますよ。というようにどん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 ショートカットキーの割り当てをこのようにして見ていくことができます。これができれば使っていないショートカットキーが一目瞭然でわかるということです。そして今回のアップデートでは実際のキーボードでこのように押しましたら、どん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 変えていけるようにマウス以外でもできるようにもなりました。そして最大の目玉機能が、自分が今作ってあるショートカット登録を読み込めるようになったということです。読み込み方を解説します。スタジオ1を立ち上げましたら、オプションの一般のところにある、もしくはスタジオ1メニューのキーボードショートカット、ここから書き出しをできます。そしてキーボードマッピングスキームというのが右下のところにあります。ここをクリックするとインポートとエクスポートというのがありますので、このエクスポートを実行します。そうするとファイルのダイアログが出てきますので、自分がどこに保存するか、ここでちょっと名前を変えておきましょう。 AAAA と分かりやすくしておきます。そして保存をします。そうするとファイルマネージャーから今保存したところを開くようにします。私はダウンロードというフォルダーに保存しましたので、ここに AAAA というのができています。拡張子を出すように設定している人とで少し違いますが、このようになっています。私は Mac のことが分かりませんけれども、 Mac ユーザーさんもぜひやってみてください。多分仕様が同じならうまく使えるはずです。ただし画面の表記はコントロール、シフト、オルトとかいう風に表記していますので、そこはオプション、シフト、コマンドとかそういうように読み替えて使ってみてください。じゃあこれを画面の下の青い線がここにありますが、このエリアにドラッグドロップします。そうすると画面の上の表記がキーボードマッピングスキームを読み込みましたと出ますので、 OK を押してください。一番上のところに現在のキーボードマッピングスキームということで、ちゃんと自分のファイル名が出ているから分かりやすいですね。これでマイキーボードショートカットが表示できるようになるわけです。私はマクロもたくさん作っていますので、例えばそうですね、O とかのところにはマクロ、リムーブ、オーバーラップというのが表示されています。このように自分がマクロに割り当てたキーボードショートカットも見れるようになるということです。 L なんかも私は2つ登録していますので、このようになっています。スタジオ1だけでやろうとすると、ここでキー入力をしてみて、例えばシフト P というのを押します。するとキーはすでに次にアサインされています。トランスポートとかいうようにいわゆるエラーが出てしまいます。本当に探すのが面倒ですが、
今回松永さんが作ってくれたショートカットキーの表示ソフトを使えばとても便利に見れるようになっています。ぜひとも皆さん無料で使えますので、スタジオ1をお使いの方は一度試してみてください。 URL は概要欄に貼っておきますので、そこからアクセスしてみてください。今日は緊急ニュースをお伝えしました。村長スタジオ中の人でした。ありがとうございました。